陽気な注意さんは、1931年に制作、公開されたアメリカ合衆国の映画である。オペレッタ、ワルツの夢などを原作とする。オーストリアのウィーンに住むニコラス・フォンプレーン第1、新英体中尉は、優雅な独身生活を過ごすプレーボーイ。友人であるマックスの恋の悩みの相談を聞くが、彼が恋している、女性コンサートバンドのリーダーである。 バイオリン弾きフランジーと恋仲になる。ある日、オーストリアの友好国である、フラウゼンタウム国王陛下が、王女であるアンナと親善のために、ウィーンにやってくる。その歓迎式典のパレード中、馬車が通ったタイミングで、ニキは対面にいるフランジーに、笑顔とウィンクをしてしまい、それが、王女に向けられたものだと勘違いをされ、新聞記事として扱われ、王女は泣く。ニキは、 王女の美しさのためと弁明をするが、ハンサムなニキは王女にも恋をされ、フランジーとの板挟みになる。オーストリア皇帝、フラウゼンタウム国王、新衛隊などを含め、結婚の話がどんどん進み、ニキは引くに引けない状況に追い込まれ、結婚させられる。アンナ王女の国に演奏旅行に来たフランジーは、まだ心が離れないニキと密会をするが、アンナの恋の一途さに打たれ、 アンナとの殴り合いも含む、話し合いの上に木からは身を引くことにし、ガーターと受け手紙を残す。アンナ王女は、フランジーの影響を受け、タバコを吹かしながら、今風のピアノを弾く、モダンガールに変身し、ニキは混乱しながらも、彼女の新しい魅力に気づき、二人は真に愛し合う、ことになる。ありがとうございます。